今日はですね、京橋に来ております。今からですね、京橋でですね、いつも言うているような風俗ビルの中にあるね、ミラージュさん、行きたいと思います。今から行ってきます。ミラージュさんね、こちらです。はい、ミラージュさんに来ました。今日はですね、一発目、生中からいただきたいと思います。お疲れ様です。乾杯です。こちらで三種盛りを注文いたしました。ローストビーフに、ビスケットの上にですね、カマンベール、焼きカマンベールチーズが乗っています。あとこちらがですね、味付けのうずら卵ですね。どれも美味しいと思いますよ。見た感じがね、すごく美味しそうです。マンベルチーズからいただきたいと思います。美味しそう。はい、こちらですね、カマンベールチーズの焼きカマンベールですね。ちょっと食べてみますわ。カマンベールチーズを炙ってるんで、すごく香ばしいですよ。これビールに合うと思いますよ。やっぱり合います。美味しい。なんかカマンベールのふわっとした食感がめちゃくちゃいいですね。はい、目はですね、ハイリキレモン。もうこれでね、ちょっとね、山ではね、ノックアウトするかもしれませんよ。もうね、まだで、今昼の12時過ぎですよ。ハイリキレモンいただきたいと思います。あー、ハイリキ美味しい。ハイリキはね、結構気ぃつけないと酔いますよ、これ、ほんまに。うん、うまい。ローストビーフいただきたいと思います。これまた美味しそうやわ。手作りですよ。いただきます。美味しそうでしょう、これね。美味しい。うん、可愛いください。はい、うまいわ。こちらですね、ホルモンの唐揚げです。550円。あの部位はね、なんかマルチョウを使ってるらしいですよ。これちょっと美味しいでしょうね。もうちょっといただいてみますわ。この小さいとこからいただいてみます。はい、入りきは合うでしょう。入りきに合いますよね、これ。このホルモンに入りきたらもう間違いないでしょう。わ、来た。ホルモンの唐揚げです。うん、うまっ。すごいね、あの香ばしくてめちゃくちゃ美味しいわ。これはうまいわ。うん、やっぱりハイリキとね、ホルモンは相性抜群ですね、これは。うん、なんか西成っぽい。行きました。ちょっと割りますよ。肉、うわ、柔らか、箸通りのいい、うわ、うわ、肉汁がじゅわーっと、もうほら見てください、これにじみ出てますよ。あかんわ、これは絶対美味しいやん。ちょっと半分に分けたんで食べてみますけども、山寺はいつもね、このバーベキューソースなんですよね。これにつけていただきますわ。あー、うまそう。いい香りのズッキーニ、こんなうまいよ。柔らか、肉汁がもうじゅわーっと出てきてね、最高にうまいわ。これ付け合わせの野菜もまたいいんですよ、これズッキーニ。あ、うまっ。うん、なんかみずみずしいっていう表現していいかどうかわかんないですけども、すごいね、おいしい。うん、これ入りきね、あのこのジョッキ2杯分ありますわ。お得。
900。うまっ、うん、たまらんね、これ。ハンバーグもね、食べきりましたんで、このちょっとズッキーニまたいただきますわ。鶏ふじおかな、鶏ふじおにつけるとまた美味しいですわ。いい香りがして、はい、こちらですね、カニクリームパスタですわ。今日はですね、2人で来てるんで、2つに分けていただいたんですけど、それでも多いわね、これ1人前ってどんな量やんっていう話なんですけど、すっごい、これ見てくださいよ、カニのいい香りがしてね、いただきます。うわ、いただきます。うん、いや、やっぱり美味しいわ。うん、すっごいね、濃厚なクリームで、ね、でカニの味がね、めちゃくちゃ引き立ってます。こちらですね、ガーリックトーストですわ。これガーリックトースト頼んだのは、このね、パスタのソースが余ってるんで、ちょっとね、このパスタソースにね、つけて食べたいなと思いまして、ちょっと見てください、これ、ここにこうたっぷりつけて、ほら、いただきます。うまっ。うん、これもふわっとしたね、パン、すっごい美味しい。うん、本当このガーリックトーストだけ食べても美味しいんですよ。あ、もうふわっとしてね、甘みがあるパンで、これはもうかなりやばい。でこれにこのソースをねつけて食べるんですけども、はい、今日はですね、ミラージュさんで飲みました。なんかね、入り気飲んでから急にね、酔っ払い気味になってきました。で、締めに食べた、カニクリームパスタ美味しくて、でそのカニクリームパスタの、クリームを残さないためにガーリックトーストだったんですけど、ガーリックトーストもすごく美味しかったです。ミラージュさん最高。いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。お疲れ様でした。